大なでいいの今の読み方知らんけど。はい、どうも皆さんこんにちは、キラです。はい、ということでね、今回も東方神起論のね実況をやっていきたいと思います。あれっと、なんで東方神起論の動画出してるんやと、そこ爆誕サイバーペースじゃないんかと、ね、思う方多いと思いますけども、まあこれには、まあね、理由がありましてね、まあずっとね今まで撮ってなかった、まあ、2ヶ月以上更新してなかった東方ひょうゆばのねオーバードライブ、まあいつかは更新するんですけども、まあいつ更新しようかなっていうことでね、まあ思ったのが新キュロをクリアしてからやろうかなという考えに至りましてね、まあそのためにはまず新キュロを全クリしてからにやろうかなと思いましてね、まああれもすごいもう難しいから、なんかあればっかやってたらもう更新がめっちゃ遅れるなってことでね、まずはちゃちゃっとね簡単な楽な方から終わらせてからねやっていこうかなということで新キロを上げました。まあサイバーペガシスも、まあ、上げてもいいんだけどな、でもどっちかっつうとこっちの方が俺的にも楽しい、うん、言っちゃったね、うん、ごめんって感じなんだけど、まあ新キロをやろうかなっていうことでね、早速やっていきましょう。まあそんな感じです。ちょっと理由、あ、ちょっと説明下手くそだけどね、まあ、そんな感じですね。はい、ということでね、今回はね9回目となる、今回は真溝編来ました、中ボス。今までねずっとねここの8話ずーっともう中ボスを務めていたキャラをね今回使っていくことになります。で次ですね、最後、おそらく最後になるでしょう、最終話のね旗の心編もねやっていければ いきたいなと思います。まあよほどねオーバードライブとか追加されない限り、まあ、次で最後になるでしょう。まあ発売から5年経ったゲームを今更ねオーバードライブ追加したとこで、まあね仕方ないでしょうっていう感じなんですよね。はい、ということでね早速ね、まあ、ちょっと説明長くなったんですけども、早速やっていきましょう。はい、ということでね、まあ、いつものことなんですけどね、まあ、以上の3つか何個かをね守れる方のみご視聴お願いします。はい、ということでね早速やっていきましょう。難易度はイージーでね、はい、今これ確定。はい、一輪か、宗教戦争の余韻ステージ1。やあ、調子はどうだい、調子って、ほら面霊器のことじゃよ、面霊器、ああ心さんのことか、さん付けかよ。それでしたらちょっと待て、その続きは決闘の後じゃな。なんでやねん、関西出ちゃう、関西出ちゃう、行きましょう。ああもう早い、もうこれ振り子ね、憑依バナでも見たこの振り子ね。まあこれ強いよね、俺ね、あ、ないだろ HP、 それこれ強いな、結構使いやすい。ゲン、ああもう出た出た出た、危ない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 、あってー、果てーだよ、もうバカたれーって感じ。おっしゃい、もうやらせねえよって感じでね。はい、もうこの強襲していくやつ、もうめっちゃ怖い、この世界はなんか最初第一印象めっちゃ怖い、目さすが余裕、うわーばば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 っと、あら当たっちゃうね、これ避けづれえな、このスペーカーがガードが遅いな、ちょっとね。でここからもう強襲でとどめを刺して いきたかった。もうどんな強襲していくねん俺、もう打撃でとどめを刺していくスタイルに、ね、倒せよ、オッケー。まあ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 、まあ、使った感想はまあだ、なんか肥大したタヌキ補給中ってなんだよこれ今気づいたわ、タヌキ補給中ってなんだよこれ、なタヌキの補給意味わからんわ。注目の新勢力は妖怪タヌキ、ギャラリーが期待しておったからの、ただ川のわけにはいかんて。まあ決闘癖がついちゃいましたね。で心さんですが、言えよ、
教えてくれ、まあ言ったのかもしんねえけどさ、新しい希望の面ステージ2、ふとちゃん、おやお主はあれからどうなったのか知りたくての。どうって面齢期のことじゃよ。その話か。しかしその前にやらねばならぬことがあるだろう。変わんぞい。あ、もう分かりきってた。こいつは分かってた。さすが察しが早い。おらー、これ強いな。これ初見殺しすぎひん、この技。おらーおらー、もうこれもう振り子パラダイス。まあ出たな、これ。まあ、まずまあご利用していけばいいでしょう。はい、当たらねー。とりあえずもうガンガン攻撃してきゃなんとかなんじゃねえかっていう俺の予想。はい、でここで強襲していってね。危ねえ危ねえ。ほほほほ、アウト。当たったけど、まあ大丈夫、大丈夫。ここでね、ウェイ倒した。余裕じゃね今んとこ。まあ、結構まあ使いやすいっちゃ使いやすいな。まあ、小石よりかはもうとても使いやすい。ここに来て真打ち登場か、強いな。まあなーに、これでも手加減してるぞ。確かにな、傷ついてねえわ、ふとちゃんが。面齢期のことだが、太子様が新しい希望の目を与えたのだ。今頃はつくも神も取れて元の道具に戻っているだろう。ほう、はて先の走路の話と合わんの。まあどんな感じなんだろうね。おお、なんか読めねえよ。桜林たぬき林かな多分。さてさて、坊主は何を言うかの。坊主っておい、おや、あなたは最近どうじゃ。信仰者も増えてまずまずですね。まあ、いやまあ、面齢期の方じゃが、まあ、どっちでもいいやろ。ええ、だから彼女もですね。あらら、観客から早くしろコールが？なんだよ。虎丸、早くしろって言ってんのか、てめえは。人気者は辛いの。早くしろコール。バイ虎丸ショー。ほら、カウンターヒットじゃい。ほらほらほら、近距離でも負けんぞ。ほら、見ろ。ガル、あー、離れてって感じね。当たらね、あぶね、当たってたわ。ごめん、当たってたわ。これはね、多分これだけで十分じゃない。あぶね、あぶね。これは多分これだけで十分説なんだけどな。時間かかるけど、うん、ちょっと遠距離ちょっとあるにはあるけど、威力が足りんな。もう画面外で倒しちゃう。見えねえ、どこだ。いやいや、光っただけ。いや、白蓮見えねえ。もう見えなくなっちゃう。絶好調の化けたぬき。まだ決闘を期待するファンが多くて大変ですよ。わしゃあかまわんよ。心さんですが、最近妙蓮寺に修行に来ています。修行じゃと。このお祭り騒ぎもうじき落ち着くでしょう。むっげせんな。ほうほうほう、巫女、心霊病のたぬき林。ここにいるのかいな。新しい希望の面を作ったというのは大正解だよ。おう、いつぞやの。はあ、当ててみようか。どうせ外れるけど当ててみようか。いつぞやのやつか。お、オーナじゃと。オーナ？オーナでいいの今の読み方、知らんけど。決着をつきに来たのか。面齢家の件を聞きに来たんじゃが、ここの熱気、戦うのわけにいかんようじゃな。そうだ、よく、さすがよく分かっているな。だろうね。うん、戦わなきゃ話すまんもんね。寝たいわ。あー、外しちゃう。初めて外しちゃう。あ、はかわしてくな。さすがミコ、さすが使いやすいだけある。
おら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 。さあどうした豊里耳の巫女。プレスティージどんな技だっけ。忘れちゃった。あ、後ろから、後ろからスタイルね。後ろからスタイル、相手後ろからスタイル、後ろからスタイル、もうダッシュがしづらいということでね、お願いしますって感じ。なんかやりづれえな。あ、もう手テンポが速い。当たる、当たるんかい、そこ、そこ当たるんかい、当たるんかそこ。さすがこの、さすがこの振り子。ここねガンガンオッケー。人気はまだあるんかい、まだあるんかいって感じだけど。あーなんだっけそれ、あーそれわかんない。どこにレーザー来んだっけこれ。真ん中大丈夫だったっけ。あーダメじゃん、ダメじゃん。もうこれガードしたきゃなとなんでしょう、大体は。えい、オッケー。もうガードしすぎって言われても知らんってのは、俺これ勝ち方だよ俺の。あ、がっつり食らっちゃう。あ、教習焦ったね、教習。でも、で、100機もう出てた、めっちゃ苦労したっすか。おら、暗い、どすこい、どすこい、どすこい。いや、暗えよ。あんだけ俺苦労したんだろうが。まあとりあえずもうこれでとどめ、オッケー、余裕だな。さあ今んとこサクサクですよ。まあまあいい感じかな。タヌキグッズかっこカッパ製が大ムーブ、ドドナブームだ。免霊期の話か。私が希望の面を作ったから大丈夫だろう。そうかの、何か引っかかることでもあるのか。何でも申せ。免霊期のやつお寺で修行しているそうじゃ。何？お寺？お面に希望が回復するまでの空白期間だからなのかい？そうだろうな。知らんけどね。うん。ステージ5、タヌキにつまわれたら、霊夢かな、多分。こいつにも聞いてみるか。一応宗教家だったはずじゃな。そうやね、神道。何？面霊期の話、察しが早い。心だったらよく神社に来るよ。ほう、何しにじゃ。ああ、もう周りがうるさいな。静かにさせるからちょっと待って、戦えと。今日は決着する気は。ちょっと待て。何、なんで止めるの。ほっほっほ、皆まで言うな。決闘する気大ありじゃろ。だろうね。うん、戦わなきゃ先進まんもんね。そういうやつだから。あ、おや、当ててく。さっきの巫女はすごすぎたって感じか、要は。なんか、どんどんぶつけていく。たまには強襲していってね。お、やっていくな。ドバーンと。前からも後ろからも攻撃していくスタイル。あー、なんかそれ忘れちった。どんなステーカーだっけ、忘れちったわ。あ、それか、それか。あー、相手出る。意外に隙がねえな。もうね、めっちゃチキンがすんな俺。まあ、いつかは休む時が来るからね。まあ、イージーです。だから。おらおらおら。ウェイ、強引。ゴリ押しスタイル。俺の流儀。ゴリ押しスタイル。おら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 、当ててけ当ててけ。もうひるむなひるむな。オッケー。さあ出たな、それ。もうガンガン攻撃していくスタイル。おい、来てねえぞ弾幕。おい、ちょっとタコ殴りかよ。いや、なんだったんだ今のは。あ、なんだっけ、そんなスペックあったっけ。知らん俺それ。あばばガンガン食らってるそれ。強襲してってね。ほっほっほっって感じね。よし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 って、ここでねスペックを発動していく。当たってねえからさ。頭。でもこれ攻撃勝負。いて当たってる。ウェイ、オッケー。俺なんかマックスじゃねえかよ。
まあ一応勝ったんでね、まあ勝てばいいんですよ、勝てば。手加減せんな。他の人はみんな形だけの模擬戦だったぞ。そう、手加減したつもりよ。で、面霊鬼が神社に来るという話じゃが。そうそう、しょっちゅう来るのよね。希望の面を探しに、なんで？なんじゃと？面を探しんだと？どういうことじゃ？あ、ほら、今日も来ているわ。敵屋のお面に混じってないか探しに。いや、どうなってんだ？おい、出たやん。ステージ6、妖怪は生まれ変わりだったのか？ちょうどよかった。最初、ん？お初にお目にかかるの、面霊鬼とやら。誰？里の二つ岩じゃ。今後ともよろしゅう。そして中ボスじゃ。こちらともよろしゅう。旗の心です。聞くところによると、お前さんは希望の面を作ってもらったそうじゃないか。よく知ってるわね。なのに何をしているんじゃ？希望の面を探しているの。どこにあるのかな？おかしなことを言うやつじゃ。新しい希望の面が合わなかったかの。違う、あの希望の面は確かに希望の面だが、何を悩んでいる、何か悩んでいるようじゃの。話を聞こうて。あの希望の面は完璧すぎる。ん？道具として完璧な。あのままでは我々は個別の自我を失い、ただのお面に戻るだろう。66個のお面に。我々にはただの物を言わぬ道具に戻れというのか。なるほど。せっかく妖怪としての自我に目覚めたというのに、自我が失われていくのを黙って見ていられないと。お面に頼らないで独立する道も探したし、元のお面を取り戻すことも努力した。しかし、どれが正しい道なのか我々には判断つかぬまま。我々か。よし、わかった。安心せい。わしはお前の味方じゃ。つくも神の類謎にも詳しいぞい。ほんとか？だから安心して、わしと戦うがいい。なぜそうなる？周りを見てみ。こんなにワクワクしてた観客を無視するなんてできるかい？こんな楽しそうな人間を見るのは久しぶり。まあ、人間以外にもいっぱいいるけどね。なんか、ゆかり様いるけどね。うん。お前さんの自我のためじゃ、派手に決めてやるぞい。それはこっちのセリフだ。神聖面霊鬼の華麗なる能力を食らうがいい。神聖と言ったが、サムネのセリフにしてはむしろ。あれ、あ、かわす、さすが。さすが、畑の心、ラスボス強い。中ボス対ラスボス。この対決がね、見られるとはね、おい。ほら、もうね、みんな心期待しすぎだろ、お前ら。え、ここっていつも通りなんかな。あ、いつも、そんなスペカあったっけ。それで、あのスペカ、あ、そんなスペカだったね。あのスペカってそのスペカだったわ。あって、あってたわ。そんなスペカ、そんなスペカの名前だっけ。あ、近い。真ん中は近い。あぶね。オッケー。あ、テンポが速い。いや、テンポ速くね。こんな速かったっけ、こいつ。オッケー。まあまあまあ、いいんじゃない。まあ、悪くない。オッケー。もうこれをとりあえず打っときゃ、これなんとかなるでしょ。オッケー。多分いつも通りかな、こいつ。多分どんなスペカだっけ、覚えてねえや。あー、あ、それか。かなり嫌いそうなスペカ。あ、食らってるやんっていうね。OK。これか、熱湯風呂。当たんない、それ当たんね、当たんない、それ当たんないやつだから。当たんないやつでした、それ。ごめんなさい。きついな、これ。地味だね。こうしかダメージ当てれない。ワンチャン超えてきたかもしんねえな。まあいいか。オッケー、まあ、勝てばいい。意外にちょっと苦戦してますね、私。あのスペカどうしよっかなって感じ。振り子に頼りすぎてる、ちょっと。たまには物理攻撃もやろう。オッケー。
出た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 、もうそれで、こっちに来るのかな、あて外れちゃう予想。で次にこっちやな、あぶね、あぶね、あぶね、で次にこっちか、あぶね、でその瞬間にここで攻撃する、いけ、オッケー、じゃあ耐えてる耐えてる、そこオッケー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 、モン出た、よっしゃラストスペカ対決だ、俺も使うぜ。勝ちました、よし勝っ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 た、オッケークリア、よし終わりました、マミゾウ編で、おー、ついについに来た、ここら辺3年かかったぜ、いやもうついに最後ですね、2,3,4,5,6,7,8,9,1010回目おそらく次で最後になるでしょう。でコンピューターのとこにも追加がされていねえっていうえ追加されないのこれ、嘘やんこれ、えってことはどうすんのこれ、俺練習できんやんこれ、あプラクティスはできんのか、あできねえわ、えこれ どうすんのこれ、えこれどうすんのこれ、俺練習できんやんこれ、一発撮りやんこれ、一発撮りやんこれ、練習できんやん、え、そんなことある、え、そんなことある、え、これバグったとかそんなんじゃないよねこれ、え、そんなことある、これ練習できないやつ、あ、もうやばいね、次回いきなり練習もせずにいきなり心使っちゃう、なんだよこんなことありえるのかよ、おい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 、そりゃまずいぜクリアついてるもんね全部ね、うん、それはついてるわ、はい、ということで、まあ、こんな感じにしときましょう。ちょっと長くなりすぎるのも嫌なんでね。はい、ということで、まあ、次回がとてもね、怖いんですけども、まあ、今回はこんな感じにしときましょう。はい、ということで、以上で終わりでございます。ご視聴ありがとうございました。